ノラ連合は国内外や国内の e スポーツシーンで活動する日本のプロゲーミングチーム。発足初期は PS4 版レインボーシックスシージのみで活動していたが現在はオーバーウォッチやレインボーシックスシージなどの部門がある。また e スポーツチームとしては珍しく運営会社の名前、住所、役員など会社に関する情報を一切出していないチームとなっている。 2017-2018-11月17日、ノラレンはローグを破り、レインボーシックスプロリーグシーズン8の準決勝に進んだ。ノラレンは、レインボーシックスプロリーグトップ4に進出した、最初のアジア太平洋チームとなった。2019-2月、日本初のシックスインビテーショナルに出場し、予選を突破し、本戦出場を飾り、世界ベスト4となった。 2020年8月25日、野良連合のオーナーによる、急読み払い疑惑や、同活疑惑が SNS への投稿により発覚。SNS 上で拡散され、炎上騒ぎを起こした。野良連合は8月26日に、ツイッターにて、事実が極めて大幅に誇張され、ねじ曲げられておりますとこれらの疑惑を否定。また、公式ホームページの、スポンサー欄が消滅した。 スポンサー契約については、うち2社については、9月までの契約だったと説明した。8月30日、ノラレンオーナーの貴族が、本人のツイッターにて辞任を発表した。声明の中で、騒動の原因の一部となっております給与未払い、ノラレンスキンの販売収益の指摘利用について、事実無根であるとした。しかし、脱退していく選手への間違った言動があった点。 選手に潤沢なお金を渡せていたなかった点、コーチに対して給与支払いの延滞があった点について認めた。2021年、このトラブルの影響で、レインボーシックスシージ部門のメンバーは、野良連合を脱退し2月2日にラグゲーミングへ移籍。また、3月11日には、規約違反を受けて、レインボーシックスシージのプロリーグのライセンスが剥奪された。このトラブルに関して、 大手ゲームメーカーの関係者は取材に対してスポーツの本場は欧米です。未成年者への不適当な行為は日本以上に批判の対象とし、やっと日本に根付き始めてきた e スポーツ業界が今回の件で色眼鏡で見られることがないようしっかり説明していただきたいと思いますと回答している。ありがとうございます。